こんにちは、課題好きともとくんまちゃん大好き姫がお送りするエアマルチマタリマインクラフト。撮影日は8月2日1時10分です。Java の方のねアップデートが来ていたのでアップデートしました。おはようございます。まあアップデート自体はだいぶ前から来てるんだけど、通知はね来てたんだけど予約しました、よいしょ。少々体調悪いです、お腹すいたなっつってお腹すいたなっつって、あそうだっつって、サラダチキンってあるじゃん。サラダチキンなんだけど、サラダチキンじゃないっていうか、なんていうか、あのサラダチキンじゃない、みんなが知ってるサラダチキンじゃないやつ。多分正規のやつじゃなくて真似て作られたようなやつで、まあ売ってたんでね、たまり醤油っていうのが売ってたんで、美味しそうって言って買っといたやつがあってね、まずかったとかじゃなくてさ、ちょっと前にっていうか、まあ2、3日前くらいに買ったやつなんだけど、袋がまさかパンパンになってて、なんか風船みたいにフグが膨らむみたいな感じで膨らんでて、何これと思ってたんだけど、していなくて、それ原因かなと思いつつ、まあ食べたら、なんかチーズみたいな匂いするなって、袋開けた瞬間ね、あれちょっとこれアウトだなと思った。あれ二段ずつできた。なんか嫌だな。あ、でも、よいしょ。まあね、食べながら、これ、ダメなやつだと思って。いや、でも、そんな別に味的にはそこまでじゃなくて、匂いがダメなだけで味はそんなでもなかったんで、いけると思って食べてたんだけど、半信半疑でね、自分の中のなんか、あこれだまだな、いやいける、ダメいやいける、みたいな、そう食べちゃいけない時の反応ではなく、ギリいける時の反応を示したから、体が、じゃあ食べようか、持ってないしって言って、食べてたんだけど、その微妙なラインだったんだけど、途中で、あこれ食べちゃダメなやつだっつって、ようやく蓄積されてね、食べちゃダメなレベルまで体の中に蓄積されて、ようやく食べるのをやめるって、やばかった。
だこれ、うん、ようやく食べるのやめる。味的にそうだから外側のこうなんか醤油的な何かしらのなんかこのたまり醤油的な何かがちょっと発酵して大豆が発酵しちゃってんじゃないかなっていうそういう感じだ。別に大丈夫だと思うんだけどね。ギリ、うん、ギリ大丈夫そうなんだけど、うん、まあ大丈夫そうだけど、まあダメなんだろうなっていうそういう判断、うん、遅すぎる判断をね下して、うん、まあ胃の調子が今悪いですよというお話ですよ。戻そうとしたんだけど、戻せなかったっていう、うん、逆に戻せなかった。胃の中の入ってるものが少なすぎてっていうそういう。まあ大丈夫でしょう。こういうのは気にした方が負けだから、うん、気にすれば気にするほどどんどん悪化していくからね。こういうの大体そう、大体そういう相場が決まっていくから。ちょっと待っててね。落下防止この水を、空にしよう的なあれか。だね。で、真ん中じゃなくて、ここに置いちゃえば、見栄えも良くなるでしょう。OK。ちょ。いやいや。要冷蔵のものは要冷蔵しとかないと、うん、発酵しちゃうから要冷蔵なんだねあれは。違う。いやでも普通のサラダチキンスモークとかさ、うん、プレーンとかは割と平気なんで保存食って感じなんだけど。あまり醤油だったから多分ダメだったんだろうな。でもほぐしってなんてほぐしやすかった、うん、食べるときに裂けるチーズみたいに裂けて美味しかった。食感はね、うん、賞味期限はギリ、うん、ギリだったけど保存状況が悪かったがためにアウトだったっていう、そういうお話。怖い怖い。
さて8月に入りまして、だいぶ今月は忙しくなりそうな予感がすでにしておるわけですが、まず今週土曜日、今月21日に友達の結婚式があるので行くことになるんですが、出し物をなんか考える、なんなんな言ったと思うんだけど、出し物どうのこうので、まあ撮影があるのでね、おめでとうみたいなスケッチブックを手に持ったり、なんか浮かせたりって、ツイートで釣ったりみたいなやるために、今週土曜日ちょっと出かけてくるけど、ちょっとね、まあ、日曜は何もなくて、来週だね、12日おはようございます、ちなみに11、12、13、14、15まで休みで、12日、あ、まあ今週の土曜日から妹は帰ってくるんで、また姪っ子がどうのこうののお話があると思って、めいっ子が部屋に来て遊んでたとか、そういう話をすると、あ、絵画で12日、すげえ12日先から連呼してんだ、親戚が何名か、3人ぐらいかな、めいっ子、それもめいっ子、おいっ子だ、それはおいっ子だ、いや、おいっ子とめいっ子の差が、いや、めいっ子、おいっ子だ、わかんねえよ、自分の兄弟の子供がめいっ子、親の兄弟の子供がおいっ子か、だよね、いいんだよね、あれ、いいんか、おいっ子だ、おいっ子が来て、まあね、妹帰ってきてベイビーも来ると、ベイビーっていう、ベイビーじゃないけど2歳になるけど、よいしょ、たらん、で、それにあたりバーベキューをうちでするみたいな、お盆だからな、お盆休みにするっていう話になってて、コストコで買ってきて庭でするみたい、バーベキューセットはあって、その翌日、僕個人として友達にそういう話があるんで、行こうかどうしようかまだ悩む、正直悩んでんだけど、行くとは言ってるんだけど行くって言うだけ言って行こうかどうしようか悩んでんだけど、なんかさ、バーベキューとかどうみたいな言われて、言われて、そう、いついつ仕事休みだからその辺でしようと思う、やらないみたいな言われたんだけど、そこまでは分かるんだけどさ、その後言われたんがさ、12日休みだから、12日じゃねえや、15が14、あれ何日にするんだっけ、バーベキュー14かっけ、無事って後で聞いとこう、まあ、どっちにしろ、14日だとして、14日休みだから、違う、15日休みだから14日やろうって言うんだったらまだわかるんだけど。多いな、それ。何これ、神経衰弱見てんのって。狙い通りだ。で、神経衰弱みたいになってく、これ。はしご欲しいな。はしご欲しいな。これはしご欲しいな。よいしょ。
スのやつない。なんかどこに置けばどれぐらいのサイズができるかがちょっと分かってきた。あ、いえ、はしごし。15日休みだから14日がどうのこうのってなったんだけど、うん、あの15休みだから15日やろうみたいなのってたところ、うん、じゃあ14日の昼間からやって、うん、そうすれば15日休みだからっていうふうにやろうと思ったけどどうって言われて、あれと思って、おかしいぞと。おかしいぞっていう疑問が生まれたわけで、うん、俺とするならさ、うん、15日休みだけど14日の昼間ぐらいからやらないっていうふうに聞くならわかるんだけどさ、昼間からやろうと思うんだけどどうっていうふうに言われて、あれもう何これと思って、ワンチャンあるなっていう、ワンチャンっていうのは要はその友達の子供がいるんだけど、子供の友達が来るパターン、うん、あるいはその友達、もう俺の友達の、うん、まあ友達っていうか知り合いの人の友人が来るパターン、どっちにしろ気まずいパターンね、どっちにしろ気まずいやつだね、それだからどうしようかな、どうしようかなっていう、そういうあるわけですよ。めんどくせえ、2日連続のバーベキューってっていうのもあるし、うん、ちょっとなんか違うなっていう、そういうそんなんか違うなっていう、そういうあるな。俺調味料使ってるからもったいないからちょっとやめて、足りない分はちょっとそこの白黒あたりを増やしていきましょう。小麦持ってなかった。いや、そう忙しいでしょ。でその次の週で結婚式じゃない、披露宴、式を挙げてきたから披露宴だけっていうやつ、うん、次の週21日にやると、ちょっと忙しいかなっていうあるかもね。メガワクバ忙しいのは構わないから、そこでね、姫と会えたらなんて幸せなんだろうと思うけどね。ね、大丈夫かな。全然連絡がない。
からさ、すごい心配なんだ。え、多分動画も見てない感じ。うん、わかる。それはわかる。なぜかって再生回数がゼロだけど、うん、ゼロだなって。次の日になると2とかになるけど、初めて。どうなんだろうね、うん、正直俺が忙しい動向は別にどうでもいい、うん、姫が元気なのかどうかが気になるね、しいのだけれども、うん、ね、思いが届いてくれるといいな。そうそうそう、そういえば思いが届くっていうか、うん、まあ、ちょっと関連はしてるんだけどさ、ジャンプで特別読み切りっていうんでね、あ、だいぶ忘れちゃった。移りゆく時の中で、うん、まあね、田舎に住んでる人が都会に行って帰ってくるお話。いや、あの、ごめん、嘘ついた。田舎に住んでて都会に憧れて出て行って帰ってきたところからスタート。特にやりたいことは何もないっていうニート状態。ありがとうございます。で、お祭りの時期で、お祭りの準備があるから手伝ってくれって言われて、で、そのね、そういうその物語、俺すごくこういうの好きだって思って思ったんだけど、うん、あのね、あ、神様がどうのこうのっていうお話かな。まあ、お祭りお祭りってあるけどさ、結局それぞれ意味があるわけじゃん。ね、豊穣の神に祈りを捧げる祭りみたいな、うん。今年も豊作でありますようにとかさ、今年も豊作でしたありがとうとかさ、そういう感じに。じゃん、うん、本来そう。でもその意味を忘れてしまっていると、人々、うん、とりあえず形だけやっちゃえばいいんじゃないかなみたいな、そういうね感じで、ちゃんとした意味を忘れてしまっているのではないかと。どうしよう、上から貼った方がいいよな、多分。まあ上からね、うん、あんま俺こういうの説明するの苦手なんだけどさ、正直。まあその帰ってきてやることもないと、ただパッて思い出した、あ、そこダメか、そこ乗っちゃうか、じゃあこうしてかんといかんの、
忘れていたんだ、10年もみたいな、なって、なんで俺は忘れていたんだみたいな感じで、うん、神社に行って神様に会いに行くんだけど、うん、なんか、うん、過去の思い出とかも混ざりつつ、この村ができるよりも昔、はるか昔からわしはこの地にいるんじゃと、うん、神様なのって見える人からは神と呼ばれたりいろいろしていると、うん、よいしょ、見える人と見えない人がいるって、その村にね、そうそう、で太鼓を叩くみたいな、うん、叩くそうか、うん、その一歩下に置けないな、どうやればいいんだ、こうと思えば置ける、いや、置けない、置けるか、際どいな、この仕事際どいな、その両サイドにも階段つけないとか、はしご、ここ狙えなくない、まあいいか、その分こうとか、あれしか登れない、あ、でもないよりマシだ、うん、ここまで登れればだいぶ楽だ、じゃあちょろっとやってみようか、話しながら、ね、うん、でそのうん主人公、まあ、ドラムをやっていたみたいな、うん、でその町では太鼓を叩いていてみたいな、うん、そうで祭りになって飛ぶけどね、ちょっと飛ぶよ、うん、フィニッシュから行っても、あ、でもな、ちょっとずつ乗りか、あ、そこ直してね、そう、時が経つにつれ忘れられていくものみたいな、うん、わしでなくなるのは、なくなるとき、それはわしが忘れられたときだみたいな感じ、で、ね、その主人公は、こう、いろいろ、祭りの道具とかも壊れてるから、直すために頑張るんだけど。ヒット。あれ、上狙えない、あそこ。上置いちゃって。あ、置いた。無理だな。しゃがんで、こう。あそこ狙えないわ、ちょっと待って、落ちてないな、たまに落ちないな、じゃあ2発じゃね、2段にした方がいいな、よいしょ、回収用の装置も作らないと、ちっちゃうから、あー、ガラスもあるか、まあ、だからこうと、あ、ちょ来ちゃって、
でやれば、いけるはず。こっちも同様に。こっち高いから三段とかにした方がいいかな。三段じゃない、三マス。これやってみよう。いけるで、とりあえず一番上のマス、あそこは置かなくていいマスにしよう。よいしょ。あそこは打てないから、たまたま当たるぐらいだけど。申し訳ないんだけど、実際見てもらった方が早いんだけど、あらすじとか言えないからさ、順を追って説明していくことしかできないんだけど、まあ祭りの道具であったりいろいろなものが壊れてしまっていると、うん、で直すためにも主人公一人でやろうとしていたところ、主人公の幼馴染がまず手伝ってくれて、幼馴染になぜ頼まなかったかっていうと、その自分は太鼓をやるから笛を吹いてくれないかって、うん、そう幼なじみに頼んで、ね、そこまで行くんだけど、ここで行くか。 OKOKOK、 うん、そうだから頼めずにいたんだみたいなのがあったけど、そう、それでそれと同時ぐらいに町の大人たちが来て、若いもんがやってるのに俺らがやんねえわけないかねべーっつって、じいちゃんばあちゃんが来て、それに伴ってお年寄りがやってるのに俺たちがやらないわけにはっつって、私たちがやらないわけにはっつって、そのちょっとおじいさんおばあさんというよりお父さんお母さん世代が来て、でその間主人公は太鼓の練習をすると。で祭り当日になって、よいしょ、そう、まずね子供がわー豪華な食べ物がいっぱいあるっていう場所があって、そこ行って食べようとするんだけど、こいつはダメだっつって、こいつは予約席だみたいなって、誰のっつって、今から呼ぶよっつって、うん、そう、その祭り自体がそう、なんか神様を呼んで、うん、やるみたいな、呼んでやるっていうか、うん、太鼓と、うん、太鼓、笛が道しるべみたいな、うん、太鼓で、太鼓と笛で呼んで、祭りのあの提灯とかが道しるべになっているっつって、それがないと俺らは来れねえみたいなのがあって、うん、その村に一人いた神様以外の神々が、うん、その太鼓や笛やらで、うん、その音を頼りにやってくるみたいな、うん、そんな感じ。そこは詳しくは説明されてないんだけど、そんな感じだった、うん、正直俺特別読み切りはジャンプで読まないことが多いんだけどさなんとなくね、うん、なんとなく読まないことが多いんだけど、読んでよかったって思ってる、うん、そう、なんだろう、ちょっとした映画を見たみたいな、そういう感覚になったな。あってもおかしくないと、そういう映画、うん、下手したらあるあるなんじゃないかっていうぐらい、うん、あ、こういう映画あるわみたいな、そういう感じにも捉えられなくもない。ちょっとあそこ上きつい、うん。
ねえかな。よいしょ。土台。よいしょ、ちょうどだ。あ、下が狙えないか。そこ行っちゃうと。でも下の段は狙えなくていいか。ここは。なんなら隣みたいな感じで大きくしてもいいし。一段ずつ下げてもよかった。まあまあまあ、ここに。この上に乗ることはあるかもしれない。じゃあこのはしごのおかげで上まで行けるからいいとして、さあ射的場兼釣り堀完成です。やばいって言って今言って言ってホッパーと作らないとな。よいしょ。なんだろう、そういうのほほんとした感じのもの大好きだな。徐々に町にはいろんな建物が、木が減り、その代わり建物が増えていく。しちゃいけねえと言われてるんだから申し訳ない。この間ちょいちょい、ちょいちょい最近撮ってるから、それで許してちょ、許してちょ、うん、あ、そっか、別にしたチェスト置く必要なかった、ホッパーだけでよかったのか。そんな絵画の量もないし、ミスったな、めっちゃミスったぜ。
ほのぼの系、猫の恩返しとかもさ、あとなんか神様的なやつなかったっけ、神様的なやつ思い浮かばんねえや。消えたと思ったら入ってた。ちょっと違うか。もう一回り大きくしよう。これなら。せっかくな。で、ちょっとした滝っぽくして。あれ？となると、そうしちゃうとダメか。そうすると入らないか。あれどうなんだろう。入らないようならダメだな。うん。普通に流されちゃうかもしんないな。多分入ってくると思うんだけど。よいしょ。さあ、というわけで、無事完成。うん。ね。というわけで、すげえこけた。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方は、下のコメント欄もしくは、ask.fm までよろしくお願いします。以上、若手好きともと、ぐんまちゃん大好き、姫がお送りいたしました。バイバイ。